国道11号起点付近にある徳島市道路原表徳島県徳島市勝時橋南詰国道11号終点付近にある松山市道路原表愛媛県松山市市役所前交差点国道11号は徳島県徳島市から香川県高松市を経由して愛媛県松山市に至る一般国道である徳島県徳島市から 国の出先機関が多く集まる香川県高松市や愛媛県東部に広がる四国最大の工業地帯を経て愛媛県松山市までを結ぶ。沿線は北四国と呼ばれる地域と概ね重なる。さぬき街道や指導街道など江戸時代以前から存在していた各地の主要な街道が前進。一桁国道を持たない四国にとっては最も番号の小さい国道であり、 国道三十二号、国道三十三号、国道五十五号、国道五十六号などとともに四国の大動脈となっている。徳島県から香川県にかけては高松自動車道と愛媛県内では松山自動車道と並走する。徳島市、鳴門市、高松市、坂出市、丸亀市、観音寺市、四国中央市、新居浜市、西条市、松山市など、 各県の主だった都市を通過しており、それら沿線市長の合計人口は208万人となり、四国の人口の51%がこの沿線に集中する。特に香川県と愛媛県は、この道路沿いに町が発展しており、沿線には数多くのロードサイド型の大型店舗やファミリーレストラン、家電量販店等が建設されているなど、地域住民に与えている影響も、 非常に大きい。このため、前線を通して、交通量が多く、特に、徳島市、高松市、松山市の3都市で混雑が目立つ。徳島市の吉野川大橋付近の交通量は、約8万5000台、日で、四国トップ、徳島市から、鳴門市にかけて、片側3車線となっている。高松市では上に、片側2車線の高速道路が通っているにもかかわらず、 国道11号も片側3車線、松山市も中心部で片側3車線となっている。さらに2011年現在もいくつかの箇所でバイパス道路が建設、もしくは計画されている。また、途中の愛媛県西条市から東温市に至る桜三里は桜の名所としても知られる峠であり、都反車線が設けられている。全路線中都反車線があるのは、 この地点と香川県佐抜市の天野峠、羽立峠のみである。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。1885年の内務省国時代6号、国道表では、丸亀松山間が国道31号、東京より愛媛県に達しする路線の一部に、徳島付近が国道30号、東京より、 徳島県に達しする路線の一部として指定された。1889年3月16日の内務省国時代8号で丸亀高松間が国道50号東京より香川県に達しする路線の一部として追加指定された。1920年施行の旧道路法に基づく路線認定では旧30号がそのまま国道21号東京市より 徳島県庁所在地に達しする路線となった。その他の四国に達する国道は、下津井丸亀航路経由から、宇航航路経由に変更された。それに伴い、高松までだった950号が終点を徳島まで延長して、国道22号、東京市より徳島県庁所在地に達しする路線に、丸亀より直接、高知方面に向かっていた932号が、 高松流川村間で玄関川県道33号、高松全通寺線のルートを取って、流線で南進する国道23号、東京市より高知県庁所在地に達しする路線に、松山への三3 1号が、流線で23号から分岐する国道24号、東京市より愛媛県庁所在地に達しする路線となった。整理すると、以下のようになる。 1952年12月4日、新道路法に基づく路線指定で一級国道11号として指定された。1965年4月1日に道路法改正によって一級、二級の別がなくなり、一般国道11号となった。2017年11月21日に国道11号高松東道路を高速自動車国道に並行する。 一般国道自動車専用道路から四国、横断自動車道に指定外となったバイパスとして、建設された区間吉野川バイパス、徳島県板野郡松手芸町境で丸亀バイパス、瀬戸中央自動車道境で IC 付近香川県、綾や郡宇多津町原道と並行し、複数経路となっている、一般道路国道30号との重複区間、 香川県高松市番町一丁目トンネル金山トンネル、香川県坂井出市福江町協梁道の駅休憩所バスの駅交通規制を参照愛媛県新居浜市船木交差する道路徳島県香川県愛媛県。ありがとうございます。